はい、グッズです。今日はですね、このアウトドアで、この辺か、このケリーケトルっていうのを使ってコーヒーを入れてみようと思います。で、これ何かっていうと、燃料、人工の燃料を使わずに、お湯を沸かせるんですよね。で、まあ、これ今前に持ってきた、松ぼっくりを、中に入れてたんで、これでやってみます。別にこれじゃなくても、この辺の、これね、今、高知県の日の御子のキャンプ場の近くに来てますね。で、河原です。山辺川かな、これ。で、こういう、例えば、木切れとかを、枯れた木とかを割り箸でもいい、新聞紙とかでも、落ち葉でもいいんで、入れて燃やすことができるっていうやつですね。で、まあ、とりあえず、じゃあ、始めていきます。水はさすがに持ってきたんで、綺麗なやつを。ぶつかれていきます。これ、中に入れないように外してた方がいいのか。こんな感じですね。で、まあ、ただの夜間だったら、当然こんな木切れとか燃やして、沸騰はできない、すぐ沸騰はできないんですけど、これが、なんだっけ。二重構造になってるんですよね。これ、内側と外側に壁があって、その中にこのお湯が入ってる。だから、水が入るのはこの外側のこれぐらいの層。だから、すごい層が、水の層が薄くなってるのと、煙突効果っていうので、こう、一気に加熱できて、まあ、どれが3分とかかな、5分ぐらいかな。で、もうお湯が沸かせるってやつですね。で、結構、お湯が沸く瞬間って、ボコボコボコってなるんで、面白いと思うんで、どうぞ、それが一番楽しいと思います。ご期待ください。じゃあ、これで、松ぼっくりを入れていきます。最初は下に並べたらいいんですけども、違いかな。とりあえず放り込めるだけ入れといて、で、これをしばらく取っておいて、使ってなかった松ぼっくりはね、ひょっとすると燃えにくいかも。まだ全部に火回ってないです。これ画角的に OK? 見ます、これ。別に大きいものだったらこれカパッて開けて、この隙間から入れればいいんで、こんな感じになってます。この蓋を閉めてダメなんですね。これは蓋閉めると爆発するんで注意してください。ケリケトル。なんか喋っとる。火が。最後。大丈夫。これでいい。こんな感じかな。あ、でもなんか今ので火が回ったっぽい。今ので火が回ったっぽいやけども。よく考えたら500人いらないはずなんだ。
湧くぞ。もう湧くぞ。はい。前に引いてる。完全に。今日の豆は、パナマと、なんだっけ、あ、あれか、ブラジルか、の、ちょっとブレンドですね。もうオリジナルっていうか足りなかったんで、一緒に混ぜてあげる。あれからフレンチプレスだから今日はフレンチプレスで引くんで早く揚げとかないと熱すぎるのか。どっか話し声が聞こえるのはどこで聞こえるのかな。向かい、それとも反響してるのか。あ、邪魔だったちょっと冷ます間に先に消化をしましょう。ちょっと消化してきます。じゃあお湯入れます。難しいな。 こんな感じで引っ張る。見えますかね。 こう引っ張る。絶対熱いわこれ。できるだけ冷ましたい。こんなもんか。なってますか。すごい。なんとかかろうじて、バッテリーが持ってる。見えん。こうしないといけない。もう時間も計ってはいないので、よっ。そうね。まあ、ちょっと今のうちに、綺麗な景色でも、よいしょ。こんな橋の元に来てます、今。上に駐車場があったんで、バイクは止めれましたね、そこに。あの人まだ釣りしてんなぁ。近くにね、逆側かな、向こうのあの、西側か、向こうに行くと、湖畔湯っていうあの、カフェ兼温泉みたいなところがあるんですよね。飲みます。
よく考えたら屋外でフレンチプレス入れるの初めてや。香りはいい。わあ。いただきます。意外とクリアな味。ちょっと早かったかな。あ、でも意外と後味は来る。後味はちゃんとしっかりきますね。確か、ポルターで買ったコーヒー豆と、友人からもらった、ブラジルの農園の豆のブレンドか。まあ、ほとんどポルターの豆ですね。パナマ。ちょっと深めなのかな。うまい。ああ、よく味出てますね。あ、いつも飲んでるんで、お茶パックのやつ。別で取ってたお茶パックのやつで飲んでるんで、よく、ちょっとこれぐらいに整えるので、半分は妻に残しておきます。いただきます。これちなみに、無印のかぼちゃバーム。無印のバームクーヘン。このシリーズつい買ってしまいますね。はい、というわけで、今回は、まあ、屋外で、このケリーケトルってやつを使って、まあ、その辺にあるもの、まあ、実は持ってきた松ぼっくりだったんですけど、これで、入れてみるってやってましたね。途中、思いっきり、これヘルメットをつけてるんですけど、カメラを、アクションカメラを。ヘルメット思いっきりぶっ倒れましたけど。ちょっと水も失って、危うく、沸かすお湯がないところでしたけど、さすがに川の水使うのはちょっと汚すぎるんで、ね。なんとか入りました。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 言えてね。Thank you for watching my channel. Have a good day and nice coffee. Bye.